日本関東地方神奈川県横浜市栄区、元大橋元大橋は、神奈川県横浜市栄区の町名。現行行政地名は、元大橋1丁目及び元大橋2丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は247-0011。一。栄区の中北部に位置する。北半分が1丁目、南半分が2丁目で、町の大部分が、 小ての住宅街となっている。江南区との区境の大根は、武蔵国と相模国の国境であり、北西端にある元大橋公園には、同票が設けられている。町内に鉄道はないが、若竹町との境の通りには JR 根岸線、江南台駅と省庫、桂台中央、上里ネオポリス方面を結ぶ路線バスが日中でも1時間に7本以上と頻発している。 住宅地の地下は2014年1月1日の工事地下によれば元大橋1から19から5の地点で20万7千円平方メートルとなっている。地名は以前の字の大橋屋とより取られており、すでに南区に大橋の地名があったため元大橋とされた。かつては鎌倉郡本郷村の一部であり、1939年4月1日に 横浜市と津区に編入され、戸津区の一部となった。1963年から1970年にかけて、後の元大橋と若竹町にまたがる42ヘクタールの土地で、現在の堺区での最初の大規模宅地開発が行われ、1973年6月11日に、丹野家国、中野町、上里町の各一部から分離して、 元大橋1.2丁目が新設。同時に住居表示が実施された。1986年に文句により、坂区元大橋となり、現在に至る。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。